桜坂のあだ討ち大ヒット。公開初日おめでとうございます。皆さんどうぞ引き続き応援のほどよろしくお願いいたします。本日はお越しくださいまして、本当にありがとうございました。なんか本当に育て上げてきた娘を嫁がせる感じが、きっと花嫁の父っていうのはこんな感じなんだろうな、なんというふうに、思っております。皆さんがどのように感じていただけたか分かりませんが、日本人の心をなんとか伝えられればと、スタッフキャストみんな精一杯一生懸命頑張ったつもりです。僕も先日見まして、本当に心を打たれて、自分の作品であるのに試写室で、涙しました。足をお運びくださり本当にありがとうございます。映画いかがでしたでしょうか？阿部さんと同じく私も目を晴らして劇場を出ました。本当にこんな素敵な映画に参加することができてとても嬉しく思います。僕初めての時代劇ということでこの作品に出演させていただいたんですけども、皆さんと同じく試写室で大号泣してしまい、本当にいい作品に巡り会えることができたなと心から思っております。中井さんのね、そういう気迫とその覚悟っていうのかな、それが現場にいてただ座っているんだけれども感じてね、思わずもらい泣きしそうになるぐらい迫真のお芝居なさってました。こんなにたくさんのお客様がいらっしゃって、とても嬉しいです。最も心に残った愛とはそれぞれどんなものだったのでしょうか、お聞かせいただけますでしょうか。では中井さんからお願いいたします。私まだこの映画を見ておりませんので、何がどう、私が今心に残った愛を撮影現場の感じだけで言いますけど、多分それが映ってないこともあるわけですよね。カットになってることもあるので、先に阿部さんお願いします。まだですか？僕は本当に先藤さんもおっしゃってましたけども、この今回の映画は女性、時代劇であるんですけども、女性を描いた、女性の気持ちを描いた、支える女性、そして女性の強さを描いたっていうのはこの魅力、映画の一つの魅力だと思うんですね。今の時代の人たちもこの映画よりももっと愛してるよって言ったり好きだよって言ったり褒めてあげたりする男性が増えているとは思うんですけど、でも言ってもその日本人男性ってちょっとシャイな部分があったり、この金吾さんみたいな不器用なところがあったりっていう中で、それをちゃんと表現してなんかお互いが通じ合った瞬間っていう時に愛の大きさを本当に感じましたね。さて中井さんはいかがでしょうか？お二人の話を聞いて大体シーンは残ってるってことが分かりました。僕はこの作品をやりながら妻セスとのシーンをやりながら、これは日本の理想的なカカア殿下だと思いました。志村金吾という人は多分上司に切腹をするなと言われても、もし妻がいなかったら多分男は切腹をして死んでいたでしょう。妻がいて妻が13年支える、あなたはそれじゃダメなんですよって、やらなきゃいけないことがあるはずですって言われたから志村金吾は生きたんです。そして敵を討って、殺さなかったけれども、その自分のやらなければならないことを果たし、生きるという道を選んだのもやはり妻のために生きることを選んだんだと僕は思っております。なんか監督おっしゃいましたけど、ありがとうとかおいしいとかって言い過ぎてもダメなんですよ。当たり前になるんですから、たまに言うのがいいよね、阿部ちゃん、ね。